やらなくていいことはやらないのが一番ですよね。やめられること実はいっぱいあるんです。今日は楽するために私がやらなくなった家事のお話をしたいと思います。私は根はズボラです。そしてできることなら家事に時間を使うのではなく、楽しいことや趣味や癒しに時間を使いたいと思っています。自分の時間って大切ですよね。そして家事って完璧にやろうと思ったら際限なく時間がかかりますよね。家事には終わりはないです。うっかりするといつもいつも片付けていたり、整理整頓したり、拭いたり洗ったり、まるで掃除するために生きているみたいに感じることもあります。それはやっぱり嫌ですよね。やらなくていいことはやらないのが一番です。そしてやめられること実はいっぱいあるんです。では楽するために私がやらなくなった家事、早速行ってみましょう。1、調味料や食品の詰め替えをやめた。海外の YouTuber の人たちがやっているように、素敵な容器に調味料や食品を入れ替えて、おしゃれなラベルを貼ってというのに憧れていた時期がありました。パスタやお菓子類も市販のパッケージから出しておしゃれな容器に入れ替えると、確かに見た目は美しいです。でもやってみると詰め替えるのも面倒だし、容器に入りきらない分は結局どこか他の場所にしまわなければならないんですよね。一番困るのが正しい消費期限がわからなくなることでした。見た目は多少悪くなりますが、買った時の容器に入れたまま使うのが一番簡単でした。引き出しや中が見えない棚の中に入れてしまえば気にならないので解決です。2、台拭き用の布巾をやめた。以前は布の布巾を使っていましたが、いちいち洗ったり定期的に漂白するのが面倒だし、匂いが気になるし衛生面も心配なので、今は使い捨てのペーパータオルを使っています。貧乏性なので汚くならないと捨てられないので、捨てる前にはコンロの油汚れやコンロ周りの壁や床を拭いてから捨てています。コンロ周りや床もきれいになって一石二鳥です。洗ったり漂白する手間がないので超快適です。3、マット類をやめた。マット類は実家で敷いていたので、その流れでなんとなく敷いていましたが、リビング、玄関、キッチン、浴室、トイレなどに敷いていたマットを撤去しました。するとマット類の掃除や洗濯の手間がゼロになって、部屋もすっきりしてとっても快適です。特にキッチンマットはベタベタするし、掃除もしにくくなるし、足が引っかかってストレスでした。冬は料理中に足が冷えるのはスリッパを履いて解決できました。4、三角コーナーをやめた。すぐカビが生えたり汚れてしまう三角コーナーは昔から嫌いだったんですが、シンクには三角コーナーを置くのが当たり前と考えていた家族の意見もあって、しばらく使っていました。でもいつもきれいにしておかなければならないし、定期的に漂白したりするのがとっても面倒でした。でもやっぱり嫌なものは嫌ということで、三角コーナーは撤去しました。代わりにお料理をするときに出てくるゴミは、お肉やお魚を買ったときにスーパーでもらう小さいビニール袋に捨てながら料理をして、料理後にゴミ箱に捨てています。シンク周りもすっきりして快適です。5、シンクの拭き上げをやめた。シンクの水滴をそのままにしておくと、カビや雑菌が繁殖したり、カルキ汚れやぬめりの元になると聞いて、以前はシンクを使った後や掃除した後にシンク内を完璧に拭き上げていました。でもこれやり始めるとキリがないんです。特に家族が頻繁にキッチンを使う場合、
シンク警察みたいになって疲れてしまったんですね。なのでシンクの拭き上げをやめました。シンクの水滴も時間が経てば乾くし、特に問題ありませんでした。6、お皿を拭くのをやめた。食洗機を使っているので、普通のお皿やカトラリー、お鍋やフライパンは食洗機で洗って、そのまま食洗機内で乾燥させています。食洗機が使えないお椀とか木の食器、銅製やプラスチック製のものは手で洗いますが、これも洗ったら水切りラックに置いておいて自然乾燥させます。以前は洗ったらすぐに布巾で拭いていたんですが、布巾を乾かす場所も必要だし、生乾きの匂いも嫌だし、布巾の洗濯、消毒、漂白などが面倒でしたが、自然乾燥でも全然問題ないのでそうしています。7、丁寧に暮らすのをやめた。丁寧に暮らすというのが流行った時期がありましたよね。それに憧れてゆっくり丁寧に家を整えたり、日々のちょっとしたことに時間や手間をかけて一つ一つ丁寧にやっていきたいと思っていた時期がありました。でも忙しい時は結局時間が一番大切になってくるし、特に家族がいるとやることが多くて、一つ一つ丁寧に向き合って取り組んでいくわけにはいかなくなります。なのでパパッと手早くできることを優先して、スピード重視、機能性重視に方針を変えました。8、洗面台のコップをやめた。洗面台のコップは底面がぬめってきたり、カルキで白くなったり、長年悩んできました。家族分のコップを置くと場所も取るし、逆さまにして置いてみたり、使い捨ての紙コップにしてみたりなど、いろいろやってみましたが、洗面台のコップを思い切って撤去しました。すると水を手ですくっても何も問題ないし、洗面台も広く使えるし、コップを洗う必要もなくてとっても快適です。9、細かいところのホコリを拭くのをやめた。以前はすごく細かい部分のホコリもまめに掃除していました。例えば椅子の座面と背もたれの隙間とか、ソファーの縫い目とか、かけてある絵や写真の上部とか隙間とか、とにかくいつもいつもホコリを掃除していました。でもこれも疲れてしまって、ちょっとぐらいのホコリは気にしないと思うようにしてやめました。すごく気になった時とか、たまたま目についた時、気づいた時だけ掃除するようになりましたが、全然問題ないのでそうしています。10、定期的なモップがけをやめた。キッチンやリビングは週に1回はモップをかけなくちゃと思っていましたが、定期的にやるのはなかなか難しいし、結構重労働です。なので今は何かをこぼしてしまった時や、すごく目立つ汚れがある時だけ局地的にモップをかけるか、ウェットティッシュでさっと拭き取っています。掃除機をかけておけば、そんなに頻繁にモップをかける必要はないということが分かりました。11、目的別に洗剤を使い分けるのをやめた。以前はコンロ用、シンク用、床用、家具用などなど、あらゆる場所や目的に合わせた洗剤を使っていました。でも今はセスキスプレーで大抵の場所はきれいになることが分かったので、セスキスプレーを使っています。油汚れ、皮脂、手垢、食べこぼしのシミといった酸性汚れにはセスキスプレーを使って、水回りの水垢やトイレ掃除にはクエン酸を使っています。いろいろな種類の洗剤を買うことがなくなったので、お金や収納スペースの節約にもなるし、セスキスプレーを作っておけばさっと使えるので時間の節約にもなります。安全性も高いです。洗剤を使うことが全くなくなったわけではありませんが、セスキとクエン酸で手軽に掃除ができるので
どの洗剤を使ったらいいだろうと悩むことが減って楽になりました。12、小物を飾るのをやめた。サイドボードや棚、台や机の上にいただいたお土産や小物やマスコットを並べていたんですが、掃除をするたびにどかさないといけないし、一つ一つ埃を払うのも面倒でした。そういったものをすべて撤去して、平面の上に何も置かないようにしたら、すぐに上を拭くことができて、とっても快適になりました。13、掃除機をかけるのをやめた。以前はコード付きの巨大な掃除機を使っていました。重くて2階に持っていくだけで大変だったし、重い掃除機を引きずりながら掃除機をかけるのは重労働でした。でもロボット掃除機を導入した後は気持ち的にも体力的にも時間的にも本当に楽になりました。ロボット掃除機が掃除してくれている間に他のことができるというのはありがたいです。毎日ボタンを押すだけでロボットが掃除をしてくれる。それだけで気持ちがとても軽くなります。14、アイロンがけをやめた。アイロンがけは最も苦手な家事ですが、シャツやおしゃれな服は仕方なくアイロンをかけていました。楽かなと思ってハンディタイプのアイロンも買ってみましたが、これも面倒で性に合っていないし、綺麗に仕上がらないので悩んでいました。なので今はアイロンがけをしなくていい服しか買えません。アイロンがけをやめたら気持ちの負担や手間と時間が大幅に減りました。15、洗濯物を畳むのをやめた。以前は下着も靴下もシャツも何もかも畳んで、こんまり式でギュギュッと立てて引き出しに入れていました。でも忙しい時はこれをちゃんとやっている時間がなくて、いつの間にか引き出しがぐちゃぐちゃになっていることがほとんどでした。なので諦めて、今はハンガーで干せるものはハンガーで干して、そのままクローゼットに収納しています。下着や靴下も引き出しの中に箱を用意してざっくりと投げ込み収納していますが、超快適でかなりの時短になっています。さて、楽するために私がやらなくなった家事のお話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。やめたら気持ちも楽になりました。やらなくていいことはやらないで、楽していきましょう。ぜひ参考になさってくださいね。